どうもこんにちは。作業療法士のみのです。今日は認知症予防の脳トレをお伝えしていきたいと思います。今日行う脳トレは思い出す力ですね。あれだよあれとか、そういう風にですね、言葉が思い出せなくなってしまうのを予防する脳トレになります。この脳トレでですね、紙とペンを使いますので、もしよかったら準備していただきたいと思います。はい、それでですね、この、思い出すというのはですね、記憶力の中でも想起力という力を使います。こちらですね、記憶力というのは3つに分かれます。まず頭に情報をしっかりと入れる記名力、そしてそれを覚え続ける保持力、そしてその情報、頭の中の情報を思い出して表出する想起力という3つのですね、力を使って、そしてそれが記憶力と言われております。なので、あれだよほらあれってなってしまう、思い出せなくなるというのは、この想起力の衰えのことを言います。なので今日はこの想起力アップね、あれだよあれを予防するトレーニングとしてお伝えしていきますので、一緒に取り組んでいきましょう。では本日のテーマは、4文字の単語、4文字の言葉というテーマで行っていきます。例えばですね、果物というふうにですね、4文字の言葉をたくさん書き出していただきます。なので4文字熟語とかですね、漢字で4文字というよりは4文字の、名詞とかね、名前の方でですね、書いていただけたらと思います。で、ちっちゃいつとかちっちゃいやゆよというようなですね、そういったのも含めての4文字にしますので、例えば電車っていうのも、これも4文字とさせていただきます。はい、ということでですね、ひらがな、カタカナで4文字のもの、たくさん書き出していきましょう。では2分間測りますので、2分の間にできるだけ多く書き出してみましょう。それでは2分間ですね、測ります。いきますよ、用意スタート。さあ、2分の間でですね、たくさん書き出してみましょうね。4文字の言葉ということで、まあ、例えば、とんかつとかね、そういうのもいいですからね。なので、ちょっと迷ったら食べ物から攻めてみるとか、そういうのもいいかもしれませんね。さあ、これでですね、たくさん書き出していただいて、後で僕と答え合わせをね、していきましょうね。さあ、どうでしょう。意外とですね、4文字何があるかなと考えてみると手が止まってしまうかもしれませんがね、頭の中の言葉を思い出して、どんどんね、思い出す力を鍛えていきましょうね。さあ、そろそろですね、残り1分となります。あと半分ね、諦めずに最後まで、書けるだけ書いてみましょう。2分経ったら僕もですね、いくつか書き上げたものをね、ご紹介して、情報交換、意見交換という時間にしますからね。さあ、一緒に頑張りましょう。さあ、あと残り20秒です。最後まで諦めずに頑張りましょう。さあ、もうちょっとですよ。はい、2分経ちました。一回手を止めましょう。さあ、皆さんどうでしょう。結構書き出せましたか？意外とですね、どんなのがあるかなって考えて手が止まってしまうとなるとですね、これやっぱり思い出す力が衰えている可能性がありますので、まあ、こういったトレーニングをね、反復してどんどん頭の中の、頭の中の言葉をどんどんすぐさまですね、思い出せるように、思い出す力っていうのをどんどん鍛えていきましょうね。さあ、そしたら僕と一緒にですね、答え合わせ、情報交換っていうのをしていきたいと思います。今から僕がですね、いくつか自分が書いたものを、読み上げますので、皆さんはですね、もし、それがですね、書いてなかったら書き足してください。で、その時にですね、ああ、そっか、その言葉もあったねというふうに、記憶がですね、さらに活性化してくれますので、
もし、私が言ったものを書いてなかったら書き足す。書いてあったらそのままで OK です。そしてですね、もし、よろしかったら、皆さんがどんなものをね、書いたかですね、コメント欄の方に書いていただけたらですね、僕も一緒に取り組めたなと嬉しいので、もしよかったらコメント欄にもですね、本日の4文字の言葉、どんなのが出たか書いてみてください。さあ、そしたらですね、じゃあ、僕が何を書き上げたかちょっといくつか読み上げますよ。一つ目はですね、くしゃみ。ね、くしゃみ。僕はもう3年前からちょっと花粉症になってしまってですね、ちょっとくしゃみ、ちょっとパッと思いつきまして、くしゃみですね。さあ、そしてですね、二つ目は、太陽。ね、太陽。そして三つ目はですね、イタリア。ね、イタリア。イタリアもですね、昔旅行に行った思い出があったので、結構こちらもパッと出てきましたね。さあ、そしてですね、じゃあ、四つ目は、ラーメン。ラーメンですね。まあ、ラーメンもちょっと伸ばし棒があるので、これ、まあ、四文字にちょっとなってるんですけど、ラーメンちょっと僕好きなのでね、ラーメンと。さあ、そして、五個目ですね。五個目は、猫舌。好きなんだけど、猫舌というね、ちょっとそういう、悲しい状態なんですけど、熱いものはね、ちょっと苦手だけど、ラーメン好きというふうにですね。まあ、こういうふうにちょっと僕にまつわるような単語が結構出てきまして、まあ、他にもいろいろ出てきたんですけど、今日は5個ぐらいにさせていただきます。はい、どうでしょう。皆さん、今聞いていただいてですね、猫舌、あ、そっか、猫舌も4文字だね、なんてこう、はっと記憶が蘇る感じですね。それがあれば、記憶力どんどん活性化していきます。こういうふうにですね、ただ自分で書くだけじゃなくて、僕と一緒にやって、僕の情報も一緒に聞いていただくことで、さらに記憶力、思い出す力を高めていけたらと思いますので、こういったですね、書き出すトレーニング、他のテーマでもこれからもどんどんご紹介していきますので、僕と一緒に取り組んでいきましょう。はい、そしたらですね、今日のノートではこれで終わりましょう。それでは皆さん、お疲れ様でした。